メムロ・帯広インターチェンジは、北海道火星郡・メムロ町と帯広市にかけてある、帯広広自動車道のインターチェンジ。国土交通省北海道開発局管轄の最終出口であり、道等自動車道と接続する帯広ジャンクションには、本線料金所があり、有料区間となるので注意が必要である。帯広市北西部やメムロ市街への最寄り IC となっている。 周辺は工業団地となっている。帯広競馬場へは IC から車で約15分。木村康久。現場ダイアリー。富士、東港、西江形場建設共同企業体。2014年10月6日閲覧。1箱館差し自動車道に帯広広大自動車道。3一般国道40号な寄ろバイパス。 北の交差点ボリューム13スプリングサマー2003北海道道路管理技術センター2014年10月13日閲覧目室東工業団地目室町2014年10月14日閲覧帯広市西20条北工業団地のご案内帯広市2014年10月14日閲覧帯広競馬場万栄 トカチオフィシャルサイト2014年10月14日閲覧北海道立帯広高等技術専門学院北海道大2014年10月15日閲覧帯広地方卸売市場2014年10月15日閲覧ありがとうございます